どうもトリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。本日の日朝感想、2016年10月16日分の放送の感想を言ってまいりたいと思います。まずは動物戦隊獣王者の感想からまいりましょう。第34話、巨獣ハンターの逆襲、2016年10月16日分の放送でございます。街中では巨大化した3体のデスガリアンが暴れておりました。獣王者たちは獣王キューブを使って立ち向かいます。巨大化したデスガリアンを倒した後、ヤマト君たちはマリオおじさんの家に戻ります。戻ってみるとキューブホエールが暴れておりました。どうやらキューブホエールが暴れている理由は、先ほどの戦いでキューブホエールを出さなかったのが原因みたいです。そしてヤマト君たちがキューブホエールを出さなかった理由は、バングレーに狙われているからです。ヤマト君たちはバングレーをおびき寄せるため、なんとマリオおじさんにキューブホエールの偽物を作ってもらいます。本物のキューブホエールに関してはヤマト君の部屋でおとなしくしております。その後ヤマト君たちは偽物のキューブホエールを持ち出してバングレーに近づきます。ヤマト君たちは偽物のキューブホエールを守りながらバングレーに挑みます。一方ミサオ君に関しては岩陰の方で待ち伏せをしておりました。そんな中ヤマト君がやってきますが、なんとミサオ君に攻撃してきます。なんとヤマト君たちはバングレーが仕掛けた偽物の獣王者たちを相手にしなければならないようになってしまいます。どうやらバングレーはヤマト君たちの作戦に気づいてしまっていたようです。そして偽物の獣王者たちはなんとクバルの記憶から出したものだそうです。ヤマト君たちはバングレーの作戦にハマってしまい、ヤマト君以外のメンバーは偽物の獣王者たちを倒すことができたのですが、なんとヤマト君だけは負けてしまいます。そしてバングレーとクバルはヤマト君を連れ去ってしまいます。今回のお話はここまでとなっております。次回もお楽しみに。続いて仮面ライダーエグゼイドの感想に参りましょう。第3話、バンしたあいつがやってくる、2016年10月16日分の放送でございます。M 君が患者である結城君を追いかけていた頃、 M 君は元医師である花屋大河と出会います。そしてやはり結城君はバグスターウイルスの患者であることが明らかになりました。どうやら結城君はお医者さんが苦手なようです。大河君は結城君に近づこうとすると、結城君の中に眠っているバグスターウイルスが出てきました。大河君は持っているゲーマドライバーとバンバンシューティングガシャットを使って仮面ライダースナイプシューティングゲームはレベル1になりました。大河君の突撃攻撃により結城君の中に眠っているバグスターウイルスは分離しました。 M 君はエグゼイドになって大河君を止めようとしますが、大河君はそれを無視して戦い続けます。しかしその後バグスター本体は逃げていってしまいます。 M 君は一旦 CR に戻るととある事実を聞きます。どうやら大河君は5年前に起きた事件と大きく関わっているようです。その後 M 君は大河君がいる場所へ向かいます。一方ヒーロー君はゲームコーポレーションの社長と会話をしておりました。どうやらヒーロー君も5年前の事件に大きく関わっているようです。その一方 M 君は大河君と会話をしておりました。どうやら大河君が言うには、10種類のガシャットを揃えるとバグスターを壊滅させるほどの力を手に入れられることができるそうです。2人が会話している中、バグスターが襲いかかってきます。M 君は仮面ライダーエグゼイドに、タイガ君は仮面ライダースナイプに変身します。そして M 君とタイガ君はレベル2になります。そんな中ヒーロー君もやってきて仮面ライダーブレイブクエストゲーマーレベル2に変身します。3人で力を合わせバグスターに挑みますが、バグスターはどんどん出てきます。キリがないのでヒーロー君は一旦変身を解除します。しかし M 君に関しては逃げずにバグスターに立ち向かいます。M 君はバグスターに立ち向かいながら結城君を説得いたします。 M 君は結城君を説得したおかげでバグスターの増殖を防ぐことができました。その間に M 君はガシャコンブレーカーにマイティアクション X ガシャットをセットし、マイティクリティカルフィニッシュで見事バグスターたちを打ち倒します。戦いが終わったかと思いきや、タイガ君はガシャコンマグナムにバンバンシューティングガシャットをセットし、バンバンクリティカルフィニッシュで、なんと隠れていたバグスターの本体を打ち倒します。戦いが終わった後、なんと M 君が持っているマイティアクション X ガシャットをタイガ君に取られてしまいます。
次回は仮面ライダーレーザーが出てきます。次回もお楽しみに。続いて魔法使いプリキュアの感想へ参りましょう。第37話、魔法が決めて冷凍みかんのレシピ、2016年10月16日分の放送でございます。では文章の方読んでいきましょう。またしても校長先生が魔法学校からいなくなった。教頭先生から連絡をもらった未来たちはカタツムリニアに乗って急いで魔法界へ向かう。カタツムリニアでの楽しみといえば冷凍みかん。でも品切れで食べることができなくて未来たちはがっかり。モフルンはまだ食べたことがないチクルンに冷凍みかんを食べさせてあげたいと考える。そんな時、水晶のキャッシーから校長先生が魔法界で太陽に最も近い場所にあるヌックイ島にいるとの情報。ヌックイ島に行くと校長先生はピーカンみかんの収穫を手伝いしていた。カゴいっぱいのみかんを受け取ったら次はアイスドラゴンがいる百恋島へ大移動。冷凍みかんはピーカンみかんをアイスドラゴンのため息で凍らせたもの。未来たちは寒い中、なんとかドラゴンからため息を出させようとするけれど、未来ちゃんたちが学校の宿題を終わらせると、魔法の水晶から突然教頭先生が喋ってきます。どうやら校長先生がどこかへ行ってしまったようです。未来ちゃんたちは早速カタツムリニアに乗り、校長先生を探しに行きます。すると突然、水晶のキャッシーさんから連絡が来ます。どうやら太陽に最も近い場所と言われているヌックイ島にいるそうです。未来ちゃんたちは早速ヌックイ島に行きます。そこでピーカンみかんを収穫していた校長先生と出会います。どうやら校長先生は冷凍みかんを作るためにヌックイ島に来たみたいです。その後、未来ちゃんたちは冷凍みかんを作るためアイスドラゴンがいる百恋島に行きます。どうやら魔法界の冷凍みかんはアイスドラゴンのため息で凍らせるみたいです。アイスドラゴンのため息でピーカンみかんを冷凍みかんにしようとしますが、アイスドラゴンはため息を出してくれません。未来ちゃんたちはいろんな方法でアイスドラゴンにため息を出させようとします。そんな中、ベニーギョさんが出てきます。ベニーギョさんは無法を使い、みかんを入れる箱と氷のつららを使って、氷箱貪欲バールを出現させます。未来ちゃんはアイスドラゴンと一緒にいるため、先にハーちゃんがプリキュアに変身して立ち向かいます。その後、遅れて未来ちゃんがやってきて、未来ちゃんとリコちゃんは魔法使いプリキュアルビースタイルへと変身します。未来ちゃんたちは氷箱貪欲バールの攻撃に苦戦しますが、なんとか持ち直し、氷箱貪欲バールをひっくり返した後、アレキサンドライトを使って魔法使いプリキュアオーバーザレインボーに変身します。そしてアレキサンドライトをレインボーキャリッジにセットし、プリキュアエクストリームレインボーで見事氷箱貪欲バールを打ち倒します。その後未来ちゃんたちは冷凍みかんを食べました。次回は魔法界のハロウィンパーティーに関するお話です。次回もお楽しみに。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画お楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。トリプルナインのチャンネル登録は PC の方はこちらをクリックして登録、スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。高評価やコメントも待っているぞ。これからもトリプルナインの動画をよろしく。